やっぱりすっごく嬉しかったです。コロナしかちょっと気持ちが悪くて、あの妊娠検査薬を買ってきて半信半疑で試してみたんですけど、反応が出た時は嬉しさのあまり気づいたら母に電話してました。夫も普段冷静な人なんですけど、すごく喜んでくれて私の喜びも倍増しました。胎動を感じています。あの撮影中もポンポン蹴ってくれてすごく嬉しかったです。特に夜になるとよく胎動を感じることが多くて、夫と一緒に胎児ネームを呼んだら反応することがあって、あ、分かるのかななんて楽しみながら胎動を感じています。はい、やっぱり無理せず頑張りすぎず、自分が笑顔になれるよう過ごしたいなと思っています。あの出産に向けて体力作ったり、あとはヨガしてみたり散歩してみたり、なんか自分なりにマイペースにやれることをやれたらいいなと思っています。まあ、夫とあとはプレママたちと協力して楽しく過ごせたらいいなと思っています。中期卵クラブに登場します阿部純子です。ぜひご覧ください。